1920年頃の銀座銀ブラは、大正時代からの俗語で、銀座の街を、ブラブラ散歩することである。銀、ブラとも表記する。近代に入ってから、銀座が商業都市として著しく発展したことを背景に、この風俗、言葉は発生した。1918年の服部義リ上原二郎編、新しい言葉の字引きに、銀ブラ銀座の街をブラつくことと記され。 これが現時点では、銀ブラに研究した、最も古い文献とみられる。1924年の水島におう、新東京繁盛期では、この言葉を言い出した人物について、慶応義塾大学の学生など、複数の説を紹介する。銀ブラという言葉は、その最初見たの学生の間で唱えられたものだとも、有志、また原文者の暴君の愚語に出たものだとも言う。 もちろん文献の記すべき何者もないが、これでも十数年、ないし数十年の後には、いろんな内容いろんな伝説なども不解されて、随筆家の飯の種にもなれば交渉化の与太の材料にもなり、社会学者の世渡りの資料にもなり、100年200年の後には、博士論文の題材になり、天ぷらの起源に山、東京伝が参加したように、 夏目漱石先生でも関係するなどということにならうも知れない。上記のように大正時代にすでにこの言葉の出所は不明になっていた。後年、慶應義塾大学出身の日本文学者、池田や三郎は当時を追加して以下のように語っている。軽薄なことでは人語に落ちない。我々慶応の学生仲間たちも銀座へでも行こうかとは誘いあったが、銀ブラでもしようか。 とは言わなかった。銀、ブラとは、おそらく、社会武器者用語ではあるまいか。1926年の武部凡語、社交生活と、社会整理では、以下のように述べる。銀座通りをブラつくことを、近頃は、銀ブラという、そうである。罪なき学生諸君、もしくは清らかなる家庭の霊場が潔白なる母子に、携えられて、銀座を往来するというが、これ銀ブラの本質であるが、 西洋の旅客があるいは帝国ホテル、あるいは西洋圏に宿つていつて、銀ブラをやる。語源については、銀座の自回りという指摘もあった。松山正像によれば、もともとは、銀座の遊民、自回りという意味に使われたもので、ああ、あいつか。あれは、銀ブラだという風に使われていたという。松崎の言う通りだとすれば、銀座をブラブラする人を指す因語であったのが、 ブラブラする行為を指す後に転じたことになる。その後、銀ブラの風俗は定着し、羽衣、ろも、った子、三島一星、銀ブラ更新、二村定一、銀ブラソングなど、流行歌にも歌われた。戦後の歌謡曲でも、赤い靴のあのお嬢さん、今日も、また銀ブラかのように歌われた。昭和初期には、これを真似て、大阪、新災橋を歩く、心ブラ、道頓森を歩く、 道ぶら、京都の京国を歩く、京ぶら、神戸の元町を歩く、元ぶら、東京の新宿を歩く、新田ぶら、さらに、横浜の伊勢崎町を歩く、詐欺ぶらなどの言葉も作られた。文学作品の中にも登場する。しし文六越えつちゃんでは、銀座を散歩する場面で次のように用いる。六さんは、銀ぶらをすることに決めたが、 さっき細野夢月と一緒に行く約束したことを思い出してもう一度芸術家クラブへ引き返してみた。戦後文学でも依然として多く用いられた。遠藤周作、ヘチマ君では次のように銀座の散歩の意に用いている。船吉は感情を払うと外に出た。午後の日が歩道に注いで銀ブラをする若い連中が腕を組んだり体をすり合わせたり時々 ショーウィンドウの中を覗き込んだりしながら流れていく。1990年代頃から、銀ブラは、銀座の老舗コーヒー店カフェパウリスタで、ブラジルコーヒーを飲むことから発症したという説が、たびたび新聞やテレビで取り上げられたが、低唱者らの願望や、宣伝目的のデタラメであるとして、専門家により明確に否定されている。同店を経営する。 日東コーヒー株式会社の元取締役社長、長谷川泰造によるカフェ・パウリスタ物語では以下のように記す。銀、ブラという言葉は一般には東京の繁華街銀座通りをブラブラ散歩することと信じられているが、銀座のカフェ・パウリスタでブラジルコーヒーを飲むことであるらしい。銀座の銀とブラジルのブラを取って銀、ブラとした信号で、 語源は、慶応の学生たちが作り、流行させた言葉のようだ。同書では、この後、いくつかの資料を挙げているが、そのいずれにも、銀ブラが銀座で、ブラジルコーヒーを飲むことという記述は見られない。三省堂国語辞典第七版の、銀ブラの項目では、以下のように、この語源説を誤りと記している。銀ブラ、族、東京の銀座通りを、ブラブラ散歩すること。 大正時代からの言葉。元、銀座で、ブラジルコーヒーを飲むことだったという説は誤り、同時点の編集委員である、イーマ明も、厳しい言葉を使えば、ガセと形容すべき説と指摘している。なお、イーマは、PR 目的の作り話には一定の理解を示しており、非難は NHK などをマスコミに対してのみ言っている。日本のコーヒー文化を研究する、星田博と、 岡本秀則は、銀ブラの語源を正す。カフェ・パウリスタと、銀ブラの中で、カフェ・パウリスタ物語に挙げられた根拠を、検証している。その上で、銀座で、ブラジルコーヒー説は、トリックを駆使して作られた、平成年生の、銀ブラの語源、語源と言える実態を備えていない、平成の造語と論じ、これを鵜呑みにする、不勉強なマスコミとマスコミ人を批判している。 上記のように専門家による研究結果が示された後も、同店は時節を曲げておらず、ブラジルコーヒーを注文した客に対して、あなたは本日、銀ブラを楽しんだことを証明しますという、銀ブラ証明書を発行し続けている。また、同店をモデルとした店が登場する NHK 連続テレビ小説、花子とアンや TBS テレビのクイズ番組、日立世界、不思議発見で、 ブラジルコーヒー施設を取り上げた。ありがとうございます。